パンパクパク、ありがとうございました。こんばんは。皆さん幕が開いたらめっちゃピンクでしたピンク一色可愛かった。みおちペンライトとみおちコールありがとうございます。嬉しい、ありがとうございました。楽しかったです。めっちゃ最初の4曲めっちゃ緊張しててめっちゃ硬かったんですけど、顔が後半ユニットから、ユニットも緊張してましたね。後半 MC から楽しくできました。ユニットめっちゃ緊張して、なぜかちょっとユニットちょっとダメでしたけど、はい、後半から楽しんでできました。お疲れ様でした。お誕生日おめでとうございました。ありがとう。ハッピーバースデーでした。美味しいです。おもろ声でかおもろすごいわ、3人でここまでの声量が出るとはすごいです去っていきましたね後半からはめっちゃ楽しくできました。アンコールめっちゃ楽しかった。アンコール私笑顔でしたか？全部笑顔やってんけどモッシュめっちゃ楽しかった。モッシュ今までで一番楽しかったです。3,2,1,5 ってうまくはめって言えたのでよかったです楽しかった。実はっていうかこれ何ポニーテールにしたんですけど意外でしたよね。おろしやと思ったって言われたんですけど、あのスタッフさんに最近の一番の推し髪型はポニーテールなんですよ実はあんまポニーのイメージないと思うけど、ポニー気に入ってて大人っぽくしてみました。いやどうですかね、これめっちゃ高めでやってもらったんですけど、シュシュがなかった。シュシュはないですね髪飾りはここにチョンってつけてますありがとうございました。楽しかった。めっちゃマジで最初の4曲緊張しすぎてなんか全然なんか硬直してたんですけど後半楽しくできました。MC でめっちゃみんな同じこと言ってくれて面白かったんやけど、大人っぽいけどみたいな前振りが大人っぽいけどみたいな、喋るとみたいな、めっちゃ言ってくれて面白かった。みんな同じこと言うやんと思って。そうですよね、私全然中身子供なんでまだまだ若くいきます幼いっていうか、なんていうの、なんかおちゃらけてますわ、おにぎりありがとうございます。パクパクパク。でも私別にいじられるの嫌いじゃないですよ。嫌いじゃないって言ったらなんかあれやけど、なんかそんなになんて言うんですか、みおつのクオリティはみんな知ってる。いやマジで話のクオリティはでもレイポン仲いいですから、レイポンがもうこんなならんようにとか言ってたけど、えほらコメントにありますよ、初見さんいつもれいちゃんとかに優しくしてくれててとっても好きになってます。ありがとう。れいちゃんってどっちのれいちゃんやろ、れいにゃかな、れいぽんかな、どっちも仲いいんですけど、そうみんな言うけど仲いいですよ。先輩風のみおち見てみたい。いやあれはみかなさんのツッコミワードが炸裂しただけで先輩風は吹かせてないですレイポンのれいちゃん、あそうなんです、レイポンね、あんな言ってたけどね、仲いいんですよ実は。生誕ティーも渡しましたから、ピカピカって、ありがとうございます。お茶ありがとう。今日ちょっと雨降って寒くないですか？雨降ってますよね。雨の音聞こえた、さっき中から。ほのちゃんからのお手紙そうしてなかったんですね。そう、なんかほのとはもう当たり前に一緒にいるから、なんか
私がよくモバメとかで名前出すのがなんかアミとかが多かったからアミかなって言ったんですよ。けどホノはもういつも一緒にいるからその考えてなかったっていうか逆にみたいな。はい、雨降ってるよ。え、ですよね。雨で寒い、寒そう。めっちゃ寒い。すでに寒いです。外出たらもっと寒い。今日はダウン着てきてないので寒いですね。でもね、私ほのから手紙もらったら泣くなと思ってたんですよ。なんかいつも言ってるんですけど、唯一の同期っていうのがなんか戦友感あっていいじゃないですかいいじゃないですかっていうか、なんか2人でなんか支え合って頑張ってる感あるじゃないですかだからほのからもらったら泣いちゃうと思ってたんですけど、泣いちゃいました感動の涙。そうです、ほのが書いてくれて嬉しかった。おにぎりありがとうございます。パクパクハート、嬉しかった。でも絶対先輩後輩じゃないなとは思ってました。去年が先輩だったので同期やろなと思ってたけど、ほのでしたね。え、てか皆さん後で写真あげるんですけども、入ってくださった皆さん見ましたよね。装飾がめっちゃ可愛かった。他のメンバーのあの皆さんも可愛いって言ってくれました。ポンちゃんは3日ぐらい前からみょちゃんの生誕祭盛り上げるためにって緊張して練習してたよ。可愛いそうなんです、あのレポン愛してるとか愛してたとかの練習一緒にしてたんですけど、そう緊張してました。でもかっこよかった。え、装飾がもう M って感じでめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛かったです。あの私ケーキこれ何の衣装ですかって言ったけど、衣装じゃないね、 M のモチーフのやつですね。可愛かったです。めっちゃあのシャム猫がいたんですよ、装飾の中に。シャム猫がねここにね、あのチョーカー、オープニング衣装のチョーカーの M やってて可愛かった。家に持って帰って可愛がりたいと思いますめっちゃ可愛い。あと YouTube のあの金の盾のピンクのやつもあってね、あの YouTuber っぽい感じでね可愛かったです。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。めっちゃメンバーから好評でした。シャム猫いっぱい可愛がろう一緒に寝よう。お茶ありがとうございます。ハートありがとうございます。イエーイ、楽しかったです。皆さんも楽しんでいただきましたかね。スピーチどうでしたか。私ちゃんと喋れてましたか自分で DMM 見るの怖いでもねほんまにね言いたいこと言いました。全部言った通りね、あのラジオのお仕事がしたいっていう、ラジオのお仕事ね待ってますってさっきもね改めてね言いました、スタッフさんに。スピーチ良かった、ありがとうございます。めっちゃ喋れてたかっこよかったです。やったー、かっこよかったっていっぱい来てる、ありがとうございます。そうなんです、私はあのラジオをやらせてもらったのが大きくて、3時間もね生放送だったので、なんか生放送とかそういう収録みたいなやつ、収録ちゃうわ生放送かになんか慣れました。いい意味で慣れたので、そのジャンルでだったり他のお仕事でもなんか緊張せずにねスラスラ喋れるようになりました。成長しました。おにぎりコロコロありがとうございます。めっちゃ変な扱い、ん？変な人扱いされてて終わった。いやでも変な人って前から言われてましたよめっちゃ変な人って言われてた。そんな変じゃないですけどねとか言ってるとこが変なんかなおにぎりありがとうございます。みょちついに大きな夢を語る。はい、そうなんです。私はなんかずっと去年の生誕祭でもなんか昇格したいですとか
選抜に入りたいですとか、こう将来こういうのに仕事したいですとかあんまり言わなかったんですけど、なんか守りに入って言わないのはダサいなと思ったので、はい、大きい目標なんですけど一歩ずつね頑張りたいと思います。ハートありがとうございます。おにぎりありがとうございます。公式ポスト上がったわよ。あ、後で見ます。リツイートします。 リポストかします。そう、もうダサくはならない、強くなります。でも若菜さんも強くなったって言ってくれて嬉しかった。はい、自分の夢を言うのも自分に自信がなかったので、こういうことがしたいとかも言えなかったんですけど、自信がついたって、もう本当にラジオのレギュラーをやらせていただいて自信がついたので、ちょっとだけはい頑張りたいと思います。パン、熊のパン、かわいい、ありがとうございます。食パン、ミルク、お茶、ありがとうございます。いっぱい食べ物が転がってくるファンの人たち着てる生誕ってかっこよかったです。やった、あれねダサくないですか、マジで。あれな、私本当に公演前にミュウさんとも話してたんですけど、本当に絵のセンスとデザインっていうか配置のセンスみたいなのが本当になくて本当にそこだけはマジで昔からずっと絵下手なんですよ。だからちょっとなんかセンスダサいかなって思ったんですけど、来てくれてて嬉しかったです。なんか最初くらいから誰も来てないかもと思ったんですけど、結構みんな来てくれてて、黒だからちょっと暗闇だと見えなかったんですけど、アンコールとかめっちゃ見えたのでよかった、嬉しかったです。それは知ってる。そう、私マジで下手なんですよ絵だからマジで毎年生誕っていう本当に緊張して、だから去年はアンパイを取ってめっちゃシンプルにしたんですよ。雲と文字だけっていう、雲と名字だけにしたんですけど、でも今年はちょっと怖かったな。来年どうしたらいいですか。来年もう逆にめっちゃ変な絵ですみたいなのにしようかなそう、マジで絵のセンスは磨いても磨けないことが分かったんですよ。もう下手すぎて画伯、逆に画伯になろうかな。来年はウーパールーパー熱望。え、逆にこんなダサい絵描きますみたいな生誕ティーにしようかな。逆に味あるんちゃんみたいな、味のある絵ということで。そうですよ、そうです、そういうことにしときましょうジージーってグッドグッドかな、ありがとうございます。オアソやろ、オアソ T シャツめっちゃみんな望んでるやんオアソじゃないもん、もうイメージ図描いて黒サクちゃんに依頼する。確かにサクちゃんの絵とか可愛い。一文字だけで待つとか、あああれや、西馬の西系みたいな、ラーメン屋みたいになりそうのれんみたいになりそうやなこんばんは、こんばんは。レイポンの生誕ティーみたいに画伯の絵は味があるよ。でもレイポンはちょっと可愛かったやんでも私マジ可愛く描けない。イケホみたいな生誕 T シャツ希望。イケホってイケホのほのか、何してた忘れちゃったあ、写真か、あ、写真ありやな。アンジュさんとかも言ってましたよね。外国人観光客が日本の伝統 T シャツと思って買いそうなデザイン。あ、今の私のやつ、今日のやつ。ミルクありがとうございます。はじめまして、はじめましてじゃないですこんにちは。池穂さんドレスの自分、あ、そや、二十歳のやつやな。いいですね、あれめっちゃおしゃれ、売ってそう。てかめっちゃみんなが私が声が大きくなったこととか気づいてくれて嬉しかった喋れるようになったんです、ちょっとだけ、ちょっとずつね、声が大きくなってきました髪型似合いすぎ、やった、ありがとうございます。ポニーテール、 YouTube の盾みたいなありました、ありました、ピンクの作ってくれました、嬉しい。ラジオ成果めっちゃ出てるね。え、そうなんです、なんかそれ
ラジオのお仕事に対してもなんですけど、そのレギュラーなんていうの、生放送をやるみたいな、その毎週やるっていう日課っていうかっていうのもなんかいい経験になりました。毎週その話すことを考えていくみたいなのも勉強になりましたね。食べる量は増えましたか？はちょうど今日お寿司食べたんですけど、変わらずです変わらずです。生誕祭 DMM 配信で見てました。お、ありがとうございます。 DMM をご覧の皆さんってちゃんと言えたけど、モニター観覧の皆さん、モニター観覧をご覧の皆さんって言っちゃったありがとうございます。楽しかったですでもね、ラジオ出たいってもうめっちゃ言っていこうと思うので、いろんな人にあの誕生日の日のポストにもね、ちゃんと音楽とラジオっていうキーワードをね書いたのでそうです、いっぱいね頑張っていきたいと思います。てっぺんラジオ出たいってさっき言いました私てっぺんラジオ出たことないんですよ。たまたまとは言われたんですけど、別にそのレギュラーのやつがあったから出れてないとかじゃないんですけど、たまたまでまだ出たことなくて、てっぺんラジオ出たいですって言いました。イエイ。はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。みのちは MC 向けだと思う。やったでもね、声がねキャーキャー言いすぎちゃうんですよね最近ちょっとね、いいトーンで喋ります。はい、ではランキング読みます。13位ライムミントさん、ありがとうございます。12位電気ビリビリさん、ありがとうございます。11位ユウさん、ありがとうございます。10位マスオさん、ありがとうございます。9位ヒデヒデさん、ありがとうございます。8位ひよこさん、ありがとうございます。7位黒豚さん、ありがとうございます。6位よしかずさん、ありがとうございます。5位ヤマトシさん、ありがとうございます。4位ヤスさん、ありがとうございます。3位としまるさん、ありがとうございます。2位カルちゃん、ありがとうございます。1位りょうさん、ありがとうございます。皆さん今日はね本当にありがとうございました。あ、 YouTube のミッドナイトレディオにも出てほしい。あ、出たいです頑張ります。いっぱいラジオのお仕事をして経験値を積んで MC でも活躍できるように頑張ります。ファイティン。はい、音楽のこともね YouTube にね今度載せようと思ってるので、ぜひ YouTube も見てください。ありがとうございました。ではでは皆さん、また今度お会いしましょう。